こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、オーストラリアアマゾンは、まだ出来の悪いベータ版というお話です。オーストラリアアマゾンに足りない3つの要素。一つは、アマゾン最大の強み、リコメンド機能が実装されてない。2つ目は、FBA の拠点がメロボルーン1箇所しか稼働していない。3つ目は、利用者を増やすキャンペーンを行っていないと。まあね、 えー、この商品が充実してリコメンド機能なんかが、えー、出てこないと、まあ利用者を増やしてもね、ざるみたくいなくなっちゃうんで、まあ、きちんとシステムができて商品も揃って、で、FC も、ねえー、シドニーも、えー、それからクイーンズランド州も稼働して、早く届くという状態になってから本格的にキャンペーンを行うんでしょうけど、まだその段階になってないと。 まあ何よりも痛いのはね、リコメンの機能がないっていうのは相当売れにくいです。まあ、ドラクエで言うと冒険を始めたばかりの勇者。ね。ドラゴンボールで言うとカメハメハムを打てない頃の弱い孫悟空と。ワンピースで言うとゴムゴムの実を食べる前のルフィ。まあね、いろんな例えがあるんでしょうけど、まあ何しろ、アメリカや日本アマゾンと比較して、同じアマゾンとは思えないぐらいしょぼい状態だと。ね。 さすがオーストラリアって感じなんですけど、えー、現状でもねただまあそうは言ってもオーストラリアアマゾンでねお宝商品を見つけた出品者はアメリカやカリフォルニアじゃなくてカナダ、えー、日本アマゾンよりも厚い利益で儲けていますしかし、まあ、適当に商品を送れば売れて儲かるという状態になるにはアマゾン完全体になってもらう必要があると 先ほど言った、まあ、えー、シドニーが稼働してないってことなんですけど、これね、ちょっと古いんですけど、2011年のね、えー、情報で、シドニーが390万人、メルボルンが370万人ね、ね、えー、メルボルンが稼働してるんでね、まあ、第二の都市、まあ、ほぼシドニーに匹敵する都市が稼働してるのかなと、まあ、この数字だけ見れば、 そう見えるんですけど、まあ実際シドニーっていうのは、このシドニー県、ね、ニューサウスウェールズ州で、他にもね、ニューキャッスルとか、えー、ゴスフォード、それからウロンゴンとかね、えー、まあ、りかしベスト10に入る都市がね、まあ、これシドニー県っていう形であるんですね。ところが、まあ、 メルボルンはビクトリア州、メルボルンだけと、ほぼメルボルンだけで終わりなんで、まあ、都市の広がりとしてはね、えー、全然メルボルンの方がまあ小さい。まあその分まとまってるんでね、テストはしやすいんでしょうけど、まあまだ本格稼働には至ってないっていうのがまあ正直なとこかなと思います。まあ、なぜね、そのリコメンド機能をそのままアメリカから持ってきてないのかは、まあ、ちょっと不思議な点ではあるんですけど、 まあ少なくともそのリコメンド機能、システムがきちんとしないと、えー、あんまり売れないと。あんまり売れない状態だと FC を増やしてもあんまり意味ないと。で、えー、あんまり売れなくて FC も少ない状態だとキャンペーンをやっても、えー、あんまり意味ないというところでね、おそらくこの問題の解決は、1、2、3と。リコメンド機能がちゃんと稼働するようになって商品の売れ行きが伸びると。 そして FC をシドニーとブリスベインにも稼働して商品がく早く届くようにするとそしたら利用者を増やすキャンペーンを行っていくという、ね、段取りで進めていくんだろうなというふうに思いますで先日ねアマゾンオーストラリアの人から、ね、聞いたんだという話を、まあ、ワールドファーストの人はセミナーでしてましたけど、まあ、年末のボクシングデーに向けて体制を整えていくと、ね、年末って今から8ヶ月 まあ、ボクシングデーがね、実質1ヶ月前から始まるとしても7ヶ月、半年以上あるじゃんという感じでね、そんな時間必要なのかよと、日本の感覚では思うでしょうけど、まあ、正直、オーストラリアの時間の過ぎ方を考えると、まあ、ギリギリかねいや、ひょっとして体制まだ今年のボ,シボクシングデーだと体制整わないかもねというぐらい呪いです、ねえー。日本で1日でできることが、オーストラリアと1週間、下手すれば1ヶ月かかると。 オーバーじゃなくて、それぐらいね、時間軸の違いがあるんで、まあ、正直ね、呪い、進捗呪いんですけど、まあ、逆にね進捗の進捗、進捗呪いってことは、ね、ゆっくりやってもね、あんまり他の人と差がつかないんで、まあ、今のうちにね、どんな商品なら問題なく、オーストラリアに入るのか、どんな商品が許可が必要なのか、どんな商品が売れるのか、 まあ、そういうのをね、えー、じっくり見つけていって、売れる商品、問題なく入って売れる商品、あるいはね、えー、許可が必要で許可が取れた商品で、そこそこ売れていけばね、a z o n が完全になっていくに従って売り上げも利益も増えてきますんで、まあ、今の段階はあんまり焦ってしょうがないと。まあ、ただ始,め始まってるんでね、いろいろテストしていくっていう段階にはいいんじゃないかなというふうに思います。 何しろ、一番の注意点はね、リコメンド機能が稼働してないんで、えー、アメリカ・アマゾンと同じ調子で適当に商品入れてもね、全然売れないです。こうやってこのカタログなら売れるかなとかね、この、えー、カタログの作り方なら売れるかなというのをね、えー、ある程度というかかなり、えー、練り込んでカタログ作るなり相乗りしないと売れませんのでね、まあ、そこは商品損段なんかをね、まめにしながら売れる商品を見つけていってください。 またご質問等待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。